皆さんこんにちは、ゆうたろうとモンジュラです。今日はね、茨城県鹿嶋市に来ています。ここはね、セイコーマート、鹿嶋、平井店というお店です。ここはね、関東セイコーマートの中で一番東にある最東端にあるお店です。私はね、ここを訪れたのは3回目です。セコマラリーでね、1回、それでね、自分でね、1回来ています。ここのお店はね、ちょっと独特なお店です。ホットシェフはあるんですけどね、その他にちょっとね、皆さん外観見てハッとする人はいるでしょうかね。北海道の方にはね、特に問題ないと思うんですけども、実はね、ここ、このお店はね、二重扉になってます。あそこにね、表に通じる1箇所、それで、ね、中にもう1箇所ということで、ここのお店は二重扉、関東セイコーマートでね、ここだけです。で、北海道ではね、もしかしたらばね、これ雪よけということで、もしかしたらね、こういったお店があるかもしれません。で、今ね、ちょっと見たらね、ここもね、イートインコーナーありますね。イートインコーナーがあります。ただ、イートインコーナーは、しばらくの間ね、感染予防のため、お休みさせていただくというふうにね、出てます。で、ちょっと 見るとですね、お席がね、4席ほどですかね、4席ほどなってます。で、ここもね、駐車場広いですね。結構ね、結構広いです。最東端のお店でね、イートインコーナーでね、ホットシェフを食べたかったんですけども、今はね、季節柄ちょっとね、難しいということになってます。関東はね、茨城にはね、約85店舗、それから埼玉にね、10店舗で、最北端はね、茨城の高萩にあります手綱店というお店です。それからね、最西端はね、埼玉県上尾市にあります、町田さんで、ね、最南端は、埼玉県八潮市にあります星野さん、そしてね、ここが、セイコーマート関東のですね、最東端となります。ね、ここ二重扉、非常にね、珍しい貴重な映像になります。ここはね、6時から12時と24時ということで、店がね、開いています。なかなかね、画像に載せることができなかったんで、最南端のね、お店、それからね、最北端は上がってるんですけども、最西端とね、最東端のね、お店はまだ上がってませんでした。最西端のね、お店は、もうね、収録はしてあるんですけど、今ちょっとパソコンが壊れちゃってですね、編集できない状態になってます。そのうちね、皆さんには、最西端の、お店をですね、紹介したいなと思っています。ではね、簡単ではございますが、セイコーマート関東最東端のお店、セイコーマート鹿嶋、平井店より、もんじゅう君、さよなら。